番古い記憶は幼稚園のお遊戯会で初めてお芝居をした時ですかね。なんかその時はなんかハートの女王の役をやったんですけど、その時の気持ちはなんかもっとみんなに見てほしいって思ったので、もしかしたら今とつながってるのかなとか思ったりしてます。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。あの幼稚園の運動会で踊りを踊らなきゃいけない時に、僕の家族と友達の家族がお昼休憩でちょっと離れたところでご飯食べてたんですよ。そしたら気がついたら音楽が鳴っちゃってて、慌てて石段を駆け下りてそこに走って間に合えっつって行くんですけど、最後の方で僕が転んじゃって結局参加できずに終わったっていう記憶がありまして、その時は本当に悲しかったですね。その時になんか無常って言葉を覚えましたしかも膝すり向けて痛いし辛かったですね一番古くて自分の好きだった記憶だと、あの3歳の時に妹が生まれたんですけど、妹が生まれた時に初めて病室で妹見た記憶をが古いのかなと思います。なんかそれを思い出すとあったかい気持ちになるので、それが一番、まあ、過去の中の記憶で好きな記憶かなと思います。映画館の記憶はジュラシックパークで、おじちゃんの足の上でなんか泣きながら見てたのは覚えてるんですけど、まあ、映画の古い記憶が一番はそれかもしれないです。はい、定かじゃないんですけど、どうなんだろう、3、4歳、5歳だったと思います。いやもう泣いてたんで、ただもうとにかく恐竜がこうなんか迫ってくるっていうか、うん、すごい怖かったの覚えてます。